はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、ファークライプライマル、自分の村から、スタートで。オロスの大地、そこら中、治安が悪くて、忍者の人々とか、救出したりしてたら、結構人口が、溜まりつつあって。現在41人。300人以上まで増やせるんだ。まあ、これでどんどん、労働者的な人を増やして、アイテムを提供していただこう。現在はタカールの洞窟とサイラの小屋、ティンサイの小屋、カルシュの小屋があって、それじゃあ今回は、前回は、カルシュだっけな。そうだ、カルシュを呼んで、じゃあ今回はこの人呼ぼう。職人ウォーガー。クラフトスキル、パックとベルトのアップグレード方法を教えてくれる。グラップルクローってあるな。じゃあ、スワラス拠点、前回制圧した拠点から行こうか、ファストトラベル。さあ、着いた。持てる本数は変わってないけど、槍を少し強化しました。まあでも、今のところ、対人に関してはこれ、消す一発で倒せるから。まだ強化。まだ強化できるなら、どんどん強化。強化、見つかった。敵がいる。ほら。もう一丁。槍強いわ。今引き連れてるのはジャガーか。ホワイトウルフでもいいけど、ジャガーステルス能力高いから。あ、月が出てる。入れてて。ジャガー。ジャガーの方が強いから逃げていくんだな。おっと待って、目的地にマッピング。目的地を、あ、逆方向来てた。向こうだ。さあ、ずっと走ってたら夜が明けてきた。さあ、もうすぐだね。では今31本。お、リワードスタッシュ増加。結構ね、普通に動物とか飼ってても手に入りにくい希少価値のある素材も見つけてくれちゃうから、ありがたい。失われし物の住みか。なんか折れそうな橋。この中にいる？みんなこういう人たち暗いところにいるな。おお。ちょっとウダムじゃない。あ、左腕がない。ちょっとどういう論理だ。囚われて、ジョンベイかけられた。なんたる。洞窟から脱出しろ。なんだよもう。なんかある、ここ。骨やった。脱出しろ。これ登れる？どうしよう。あ、これ燃やせるのか、もしかして。燃えた。サウスメイプル。あ、そうだ、忘れてた。動画外で手に入れたスキルポイントが確か4ポイントぐらいあるから、振り分けていこう。どんどんね、序盤は最終上げていきたいんだよな。希少アイテム見つかりやすくなる。レア資材採集、これ解除。どうしようかな。あとサーベルタイガー、ヒグマを手なずけられる。今ジャガーで特に不自由ないから体力増やそう。この下
おっ、暗いな。火つけて、なんかいる？なんか血痕の跡みたいのあるな。なんか出そう。これ燃やせそう。なんだこれ。どう？野生のジャガーだ。ほら。待て、ジャガー降りてきてない。手なずけたジャガーが降りてきてない。ほら。あ、燃えてる。出口を探そう。ジャガー一回閉まって呼んで、ここ来れない。待て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 、痛い。ほら、槍が一本飛んでった。ん、なんだこれ。グラップルクローゲット。これファークライ4にあったグラップルと同じやつだ。あーで降りてきたジャガー。さっきグラップルできるところあったな。どこだっけ。ここじゃなさそうだけど、あそこだ。グラップル上がって、これならいけるな。火灯せる場所があったらどんどん灯しちゃおうか。あたたたた、なんかアイテムがあったりするの。あったりした。これはこっちだね。いやいや、これみんなあの職人やったのか。これしょんべん漬けにして、そういうことなの。グラップルあった。上がって、こっちにジャンプすればいいな。よっ、こっちもグラップル。この箱、ん？待て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 、生き物たくさんいる。これこっからなんか撃てないの？どうしよう。獣に指示を出したいけど、ちょっと獣上にいるんだよな。一回とりあえず降りよう。とりあえず降りよう。痛い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 。外す。ほら。待て、獣呼びたい、獣。あーでも火だから逃げてった。ほら、やってきた。弓に持ち替える。コンボ。ジャガ買ってよいしょ。オッケー。ジャガ3体もいた。肉あげよう。ジャガーにジャガーの肉あげたのか今。これ格好見る限り、これは完全にウダムの部族だよね。登れる？迷いそう。どっかグラップルできるところがある。あった。
よいしょ。もうグラップル。こんな深くまで降りたっけ。こっちにグラップル。明るい、明るいが、明るいが囚われて完了。え、ここの人は、この人スキルゲットで、待て、もう一回ボーガーに会いに行こう。よいしょ。なんだよ、しょんべん駆け上がって。ボーガー、大きい方ぶん投げてきたりしないよな。あ、それで腕がないんだ。パルグワイファシナマイタティワイナマイタウィンジャサクイン。パシタカラサイワシャシワイハサーウルシスパルウィンジャタチスラダイスウマハサーウルシスミピチャウダシャシュワイダム、ウナタライ、ウウィンチャーグワイファ。ブダフ、マイガン。サシファルソダイシャン、ハサルウルシ、サンチャ。ハイミー。うん、オロスの血。小便男というか、小便かけたの、この人だよな。オロスの血の石を探せ。さっきの結晶みたいなアイテムを探せと。そしたら村に来てくれる？降りて。すぐ近くだ。なんか水の中にあるな。てか、なんか魚、魚、これ大丈夫か、これ。痛い。大丈夫じゃない、魚だ。下になんかあるんだが。あ、これ岩か。ただの岩だ。痛い。え、オロスの血がこの辺にあるの。キャンプファイヤー発見。待って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 待った。こんな至近距離でも袋を呼んで。二人だけ。それじゃあ虎よ、虎じゃない、ジャガー。はい、ちょっとビストキルと槍できる。え、石を調べろ。燃やせそうなものがいくつか調べる。まあ燃やしましょう。ブルースリー、こっちも燃やそう。調べる。うん、あ、こっから見えてるあれか。ってことはこっちも。あ、こっちなんもない。あれ、じゃあこれでビンゴ。あっちに行こう。待って、なんかいる。なんだこれ。あ、待って、猫かっぽいぞ。待って、違う違う違う、餌よ。待って、餌なんだけどな。餌なんだかな。ちょっと待って、ジャガーしまいたい。こいつを手なずけたい。
お、気づいた気づいた。え、なんだこの生き物。ホワイトタイガー。はい。ケーブライオン。猫か。新しい猫か。目が青い。能力値。あ、全体的にバランスがいい獣。どうしようかな。あ、でも合計値ではジャガーの方が上なのか。とりあえずジャガーにしとこう。ひらめく場所を調べろ。モロスの血の石を4個見つけて収集しろ。これ、ここ付近に石ある？もうちょっと上に上がりたい。あんなところにグラップルできそうなとこが。登って。この辺、待って、敵いる。フクロウ。結構これ敵いる感じか。いるっていうか、これウダムの連中が石取ろうとしてる。まだいる？あそこにもいる。あの赤いやつが石だな。あれも石だ。あとはいない？いないね。よし、なるほど。あー、光って見えたのはあれか。一人下降りてった。じゃあ、あ、やつ上登った。やつやりたいな。やり。テイクダウンでいけそう。テイクダウン。OK、テイクダウン。あ、食ってる。あ、肉与えなくても死体食って回復するんだ。あと5人。忍者がどうたらこうたら言ってる。さあ、こっから何人か見えてるな。おっとっとっと、見つかる見つかる見つかる。やつやろうかな。見つかった。わ、槍が飛んできた。てか、もっとたくさんいた。ステルス失敗。よし。オッケー。もう、ん？まだいる。ここ登ってこようとするところを撃って、もう一発撃って、オッケー。あっちも登ってきてる。あ、これみんな登ってこようとしてるところ撃てばいいんじゃないのこれ。 OK、 もう一人も登ってきてる。はい。OK、 降りて。じゃあこれで全員だね。うん、え、違うジャガー降ってきたよ。あー、でもなくていい。それじゃあ石持ってこう。オルスの血と、これもそうだ。忘れられた加工。
そんなことはないけどな。忘れられてないよ。密度が高い結晶。全裸だ。全裸のおじさんや。これなんかありそう。アイコンが出てる。さあ4つ集めたけど、もうこれ以上はいらない。オルスの時間量。よし、小便おじさんが村に加わった。新しい村人。スキルもゲット。これスキル今2ポイントあるな。あ、でクラフトも増えてる。このおじさんだ。ベルト、あ、2本持ち運べる。ナイフ、これ作ろう。でこれも作れる。でもう一回作れる。オッケー。あ、でコンボを作れる数が増えてる。コンボを持ち運べる数が増えた。じゃあ投げてバーンでも6本ならいけるな。なんかイベント起きてるっぽいけど。じゃあ一回村に戻って彼にも小屋を提供しよう。さあ帰ってきて、そしてリワードスタッシュにアイテムが入ってる、入ってる、入ってる。持てる分だけ持ってこう。オッケー。彼はどこだ。彼はここか。片腕ないけど。正面男、お前は正しかった。ウィンジャーは生きている。武器を作ってウィンジャーを強くしてやる。小屋が必要だが腕一本じゃ立てられない。じゃあ代わりに立ててあげたいが、ジャガーの皮が1枚足りなかった。うん、じゃあ今度立ててあげよう。こっちのジャガー殺すわけにはいかないしな。人口は今何人だ。42人。次は60まで増やしたいな。さてじゃあ一つ拠点を制圧しとこう。カパル拠点、ここ制圧しに行こうか。目標設定してちょっとこの辺までカットしよう。敵か、あれ敵だ。一人なのか。ちょっとジャガーがやられちまってる。テイクダウン。敵気づいてないなのもテイクダウン。ジャガーがやられちまった。ちょっと逃げる。夜は危険だ。出てさあ、着いた。ちょっとジャガーやられちゃったから、どうしよう。ケイブライオン。ケイブライオンがやってきた。なんか新しく作れるものがあるんじゃなくて、あ、ウォガーの小屋。あ、さっきジャガーの皮手に入れたから、これで小屋作れる。スキル振ってなかった。これはあったな。デスフロムアバブ。食料ブースト。戦闘スキル開けとこう。これも開けちゃおう。さて、ここを制圧しちゃおう。フクロウ。結構明るいな。いるね。加工でステルスプレイ失敗しちゃったから、ここ成功させたいな。まだいるよな。煙でよく見えない。夜だからみんな小屋入ってんのか。
違うな。どっか洞窟かなんかがあんのか。お、大丈夫か。今のところ二人しか見えてないんだけど、奥にいるのはあれ違う？違うか。あ、そこにいる。カパル拠点、結構いるな。どうしよう。ちょっと待てビースト、あれ完全に見つかるあんなことしてたら。ここ降りれる？大丈夫か、これ降りて。ちょっと心配だなちょっと待って、フクロウで下の様子見よう。下の様子を、ああ、洞窟内、あれどっち向いてんだ。奥向いてて、鶴が端っこにあるならこれ降りても見つかんないな。見つかんないでね。さあ降りてきたが、ああ、違う、あ、一人寝てるんだ。夜はこれだから有利。え、おやすみなさい。ああ、夜はこういう利点があるな。敵が数名寝てる。さあ、ちょっとずつ近づいて、あれ起きてんの一人だけじゃないの、あれ。そうだよね。危ない。目覚ましたが、二人やった。あ、なんか動物いるのか。これ解放して暴れさせるってのもありだったな。リワードスタッシュが集まってる。え、槍を回収したい。夜が明けてきてる。槍回収 OK で、目覚ました一人。あ、二人。これここ出てきたところ、テイクダウン。あ、この人は敵じゃなかった。カパル拠点制圧。OK。ここに捕らえられてるウィンジャの部族はいなかった。これ入れといた方がいいな、このまま。え、村人も5人増か。いやいや、じゃあ最後に村戻って、モーガンの小屋作ってあげよう。さあ、ションベン職人モーガンの小屋を作成。承諾。2段階目あたりからネットの小屋も結構レアもの素材を要求してくるんだよな。
さあスキルもゲットで、それじゃあスキル割り振りは次回にするとして、じゃあ今回ここまでにして、じゃあ次にラストのカリビとジェイマのところを訪ねて村に招待しよう。ハンタービジョンの強化方法やビーストマスターハンドの詳細を教えてくれる。そしてまた付近にあるここも制圧して、どんどんオゴロスの大地いろんなとこ行ってみよう。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。